場版ポケットモンスターミュウツーの逆襲の監督の湯山です。プロデューサーやってます吉川です。作るにあたってこんな苦労があったとかそういうことがあったらば、まあ、一番苦労したのはですね、テレビシリーズをやりながら映画を作ってますん で映画というのは時間がかかるんで、まあ、1年ぐらい前から制作を始めるわけなんですけども、でサトシは旅をしながらいろいろポケモンをゲットしたりですね、してるんで1年後のサトシが一体どんなポケモンを持っているんだろうかというのをですね、1年前に決めてから映画に入らなければならなかったと。でこれ本当に大丈夫なんだろうかと思いながらやったところですかね。そうですね、はい、結構何持ってるか今燃えましたからね、はいはい、声優さんとかではどうでしたか。やっぱミュウツーのですね市村さん、知る人ぞ知る、日本のミュージカル界のですね実はスーパースターなんですけども、で割と やられてる役がですね、オペラ座の怪人とかですね、割とその重くて癖のある役が多かったんで、まあ、お会いするまでちょっとすごい怖い方なのではないかと不安だったんですけども、お会いして一緒に仕事してみるとですねとても気さくな方で、はい、ボイジャー役をやった小林さんなんですが、はい、いかがでございましたでしょうか。セリフをですねあとビシッと入れてこられて、湯山さんがちょうど歌うようにやってくれって言ったんですよね。そしたら本当に歌うようにやられてる役もちょい役でしたけれども、まあ、ああいう形で参加されて、そうですね、やっぱりちょっと貫禄のある女の人というのをうまく表現してもらえたかなと思ってます。そうですね、まあいろいろこうミュウツーの逆襲の秘話を話してますけど、ピカチュウの夏休みの秘話はやっぱりアフレコ風景の異様さっていうんですかね大変でしたね、夏休みのアフレコはですね、ポケモンたちだけなんですよね。延々とピカピカだの誰誰なのですね、ポケモン語しか聞こえないという不思議な空間ができてたかなと思います。監督が一番こう力を入れてここはって言って作ったところとかっていうのは、海のシーンなんですけど、波を蹴立てて越えていくサトシたちの勇姿みたいなのが描けたって、とってもあのシーンを気に入ってるんですけど、曲も良かった、ね、そうですね、あそこ音楽も最初はですねもっとサスペンス調のものをちょっと想定してたんですけども、そうじゃなくてもここはイケイケのサトシたち その海を乗り越えていくかっこよさにつけてくれるようにちょっと発注を変更したりして、それもうまくはまったんでとても気に入ってます。ミュウツーの逆襲の冒頭のシーンでですね、ミュウツーが暴れ出す前なんですけども、どっかのジムでですね戦ってるプロテクターをつけて戦ってるシーンがあるんですけども、まあ、気づいてる人は気づいてるかなと思うんですけども、あそこで出てきてるトレーナーの一人がですね、しげるくんです。トキワのジムに、サトシが行くとですね、これテレビの方なんですけども、しげるが先に行っててやられてるシーンがあるんですけども、そこのシーンが実はミュウツーの逆襲の冒頭の、事務戦のシーンだったということです。まあ、気づいてる人は気づいてると思いますけど、シリーズ構成は当然首藤さんが全部やられているんですけども、実際にこうシナリオは書かれてないですよね。そうですね。で首藤さんが一番力を入れて書かれているのがこの映画だったりするんですが、はい、そういう意味ではものすごく首藤ワールドの出た作品ですよね、このミュウツーの逆襲というのは。映画を作る前にとりあえずもうミュウとミュウツーで行こうというのだけ決まっていて、じゃあそこからじゃあどういうお話にしようかということだったんですけども、やっぱりミュウツーというのはとてもある種人間に作られたとても特殊なポケモンだったんで、そこから話を起こされたと思うんです。私は誰だというセリフに象徴されるように、まあテーマはそういう私は誰だっていう、一見まあ難しいようなんですけども、実はその子供の頃誰もが一度はふと思うことだと思うんですよね。その辺をうまくこうすくい上げたかったかなという
ことなんですけどね。言葉尻も結構最初は過激だった部分があるんで、ね、子供向けっていうところでソフトタッチになったといえばなっていう感じですよ ね、 すね、分かりやすくというのが、まあ、今回の逆襲の、まあ、演出的なテーマだったんですよね。これから監督がそして制作者が目指すものというのはどの辺でございましょうか。ぜひそのうち金銀で100匹ぐらい増えるということなんで、全部ですね250匹になったポケモン総登場というのはですね、ぜひ一度やってみたいなと思うんですけども、多分制作の方が嫌がるのではないかと思っています。